地上で最も壮大な渡り長距離移動の一つです目的地にたどり着くには世代交代を5回繰り返し5000キロ移動しなくてはなりませんオオカバマダラは長年深刻な個体数の減少に見舞われてきましたが冬を過ごすメキシコで劇的に復活しましたアメリカ魚類野生生物局ダン・アッシュ局長です 成功の兆しが見えているのはめでたいことです昨年と比べて個体数が255%増えたという発表は私たち全員を奮い立たせてくれます成功をさらに積み上げることが今後の課題ですマダラの個体数が近年減った原因は 越冬するメキシコの地域における不法伐採やアメリカやカナダで使われる殺虫剤でマダラが餌にするトウワタが被害を受けたことではないかと考えられてきました世界自然保護基金メキシコのオマール・ビダル事務局長ですマダラが絶滅の危機を脱したとは言えませんここ2年間で目覚ましい個体数の増加があったことを科学的調査が示していますがマダラやマダラの渡りへの危険は続いています 複数の環境保護団体によるとこのオレンジと黒の堂々たる腸の倉庫台数は僅か20年前に記録された10億匹をまだはるかに下回っているそうです。BBC ニュース